まったく、俺の嫡男が武田勝頼と書簡のやり取りをしていたなんて。表沙汰になったら、やばすぎるだろ。武田とのパイプを作っておくのは、大いに結構なんだが。間に第三者を挟むとか、偽名を使うとか、もっと頭を使ってやってほしかったよ。そういう感覚ってね、教えて身につくもんじゃないんだ。信康には、暴虐のセンスがないんだろうね。でもあれで、いろいろ学んだだろう。もっとしたたかな男になって、どこかで生きていてくれればいいよ。まずは正体を隠して、武田家の下級武士になるようだな。俺としてはどうしても、まだ信長に頼らざるを得ないんだが。もしかしたら、今後は武田との同盟という選択もありえないことではないからね。正成がこれからも定期的に信康と連絡を取ることになっているし。いずれは、忍びの技を身につけてもいいかもしれないな。いや、あんなでかい男が。忍びになんか向いてるはずがねえか。投資っていうのは、先の先のことまでいろいろと考えているもんなんだな。でも、思い通りにならねえことの方が、圧倒的に多いだろうし。肩が凝りそうなポジションだ。おそらく信康様は、投資には向かないタイプだったのだろう。もともと頭が悪いわけではないし、今回のことで学んだことも多いと思うが。徳川家の嫡男より、ただの男として自由に生きる方が似合っている。顔つきも随分変わっていたしな。あれで、よかったのだろう。北条氏政って、当主に向いてないな。あのセコサは、物資の仕入れ役とか輸送役に、ぴったりだよ。目先の利益にとらわれて、先を読む力がなさすぎるんだ。先代が優秀だったから、領内は豊かだし、家臣の結束も固い。それを利用して、いい装備や船を買って、北関東から東北に勢力を伸ばせばいいんだ。なのに、武田や上杉と、戦をしたり手を組んだり、わけのわからんことばかりしてやがる。要するに、バカなんだ。俺としては、あいつがバカで助かるけどな。おかげさまで、武田が詰みそうだ。北条氏政が武田に、ちまちました嫌がらせで兵を出すから。武田は戦には勝っても、じわじわと体力を削られている。氏政には大したメリットもないけどな。俺のために、武田を弱らせてくれているんだ。やっぱり、バカなんだ。勝頼は、北条対策と国力回復のために、俺に講和を持ちかけてきているが。やっと武田を滅ぼせるチャンスが来てるのに、講和なんかするはずがねえよ。家康は抜け目なく、この隙に武田から、とうとう未然域を奪い返すつもりだな。このままだと駿河も奪うかもしれない。俺が武田上杉を撃ったら、家康との同盟に意味はなくなる。だがそうなった時、家康が俺に黙って服従するとは思えないんだ。俺の方が圧倒的にでかくなっても。あくまで同盟相手だという立場は守り通すだろう。だから最後は、力で屈服させることになるが。徳川軍団は家康を筆頭に、どいつもこいつも頑固で手強いんだ。家康にあまり力をつけさせる前に、武田を倒してしまった方がいいだろうな。高天神城を奪還すれば、領地の守りはかなり楽になるよ。武田も、この城まで守っている余裕はないから、援軍も補給も来ないはずだ。だから包囲してしばらくすれば、城主の岡部元信も諦めて開城するだろう。それまでゆっくりと、駿河を攻める作戦でも考えていよう。この俺の天下統一プランが、着々と進行しているぞ。影虎は死んだが、上杉の勢力も衰えた。あとは家康も利用して武田を滅ぼせば、上杉や北関東東北の奴らも、俺に心中してくるだろう。伊達輝宗などは、もうすでに俺の家来のようなもんなんだからな。とにかく武田を攻めればいいんだよ。その後、信長を討って天下統一だ。俺、やっぱり天才だね。またか。
天才宇治政がトンチンカンなことを口走って、俺が突っ込み入れるこの流れ。そろそろ飽きられるぞ。っていうか、今回も武田勝頼のセリフはないのか？武田と組んで信長に対抗するっていう、あの信康案も、意外に悪くないような気がしてきた。高天神城の返還を講和の条件に入れれば、わざわざ攻めなくてもよかったしな。それに、武田が滅んで、うちが信長に心中を迫られたら、体育会系軍団は暴れ出すに決まってる。俺もだけど、これって武田が本当に積む前に、決断しなきゃならないことなんじゃないの？家康の知らせによると、高天神城の岡部元信が、降伏を願い出てきたようだ。俺は武田と講和する気なんかねえが。それでも一応、降伏を受け入れるべきか、俺にも確認してきたみたいだな。慎重な家康らしいやり方だが、あいつのそういうところが油断できねえんだよ。やることが、いちいち周到なんだ。だが俺も、今回はそれを利用させてもらうことにしよう。信長、高天神城の降伏を拒否し、武田軍を一人残らず殲滅しろなんて言ってきやがった。城の将兵を見殺しにしたとして、勝頼の名を貶めるためだというが、勝頼は岡部元信に降伏することを許可しているんだぞ。今そこまでして、勝頼の名を落とさせる必要があるのか。かつて、高天神城を勝頼に奪われた時は、降伏した将兵は除名されたし。ここは遠江なんだから、兵の中には俺のところにいた奴も多い。それなのに、これは信長が、俺を試してやがるのか？俺はまだ、信長に従うべきなのか？ダメだ。何が正解か、全くわからない。ダメだ。武田と組むのは、もう遅い。せめて、あと2年早ければよかったんだ。勝頼殿は、慎重で真面目すぎたんだろう。だが、上杉謙信が死んだあたりから、それがことごとく裏目に出てしまっている。そして勝頼殿は少しずつ、正常な判断力を失っていった。新府城の建設も、必要だったとはいえ、財政が苦しい中で、最優先することではなかった。家臣や領民の不満は、たまる一方だ。そこに追い打ちをかけたのが、高天神城の件だろう。今の武田が、あの遠い城にまで救援を送るなんて、不可能なんだ。すべての城を守りきれるはずなどないのだ。だから岡部元信に、降伏することを許可したんだよ。城主はともかく、降伏した兵を殺すことなんて、普通はないんだ。それを殺しておいて、勝頼のせいで将兵が死んだと言いふらされた。もし救援を出していても、犠牲が増えただけかもしれないのに。勝頼殿がやることなすこと、すべてが不満につながる悪循環に陥っている。おそらく、今他国が武田領に攻め込めば、家臣や領民の離反が相次ぐだろう。残念だが、武田はもう長くは持たない。山内正春が武田の内情を知らせてくれたおかげで、信長か武田かの選択を誤らずに済んだ。かなり不本意ではあるが、うちは信長との同盟の意地を決め、玉砕してきた高天神城の将兵は全員討ち取った。あれがベストだとは、当然思っていないが、ああするしかなかった。しかし、駿河を短期間でほぼ確実に奪える方法が見つかった。三河と遠江駿河を完全に制すれば、武田が滅んでも、信長にすぐ潰されることはないだろう。信長との勝負は、もう始まっていると思った方がいい。なんて、かっこよく言ってみたけど、武田ともっと早く手を組んでおけばよかったよな。もしかして、信康、天才だったんじゃないの？武田勝頼政権の支持率は過去最低となった。一度攻撃をやめ、自滅するのを待て。支持率は下がっても、
戦だけは相変わらず強いからな。無駄に兵を損耗させることはないぞ。これぞ、天才の采配というものだ。